All right, here we are at Surfers one more time. And today, one more time, なんかね、このね、このサブジェクトでやると、このテーマでやると、割となんかね、数字が上がるから、ちょっとこれやってみたいなと思って。そうだね。ね、あの、まさかと思ってたんだけど、あまりこういう興味持ってる人たくさんいるんだよね。いるんだね、やっぱり。じゃあ、今日もまたやりましょうか。あ、なんていうタイトルなの、これは。日本でしか売れないレコード。違う、売れる売れないじゃなくて日本でしか名盤と呼ばれてない、うん、だから日本だけで名盤シリーズ。あー、ってことはアメリカではすごい高いレコードだよね。あの、元々誰も買わなかったからね。いや、高いんじゃなくて安いんじゃないの。いや、だって安いのはたくさん出たやつなんだよ。あー、なるほど、うん、あの、たくさん。でもね、結構コレクターズアイテムっていうか、まあ、結構あれだと思うけど、うん、まあ、はい。All right, Lazy Days, here we go! じゃあまず、あ、ちょっと待って、これ、落ちちゃう、倒れちゃう、やっぱ。あ、ごめんごめん。ああ、これちゃんと回しといてよ。こういうミスはね、もう許せないね、出る。もしもし、すみません、ごめん、あとで電話する。あ、うん、使わないとな、もう。こういうのはね、こういうのは本当 DJ クビですよ、普通。あ、ゲストだ。いや、別に俺クビ、DJ じゃないから。はい。はい。はい。何これ。まず第一弾はね、ボビー・スコットという方の。聞いたことないな。ないでしょ。聞いたことない。あるわけない、ジョージが。うん、ね、まあ、この人どういう人かというと、1950年代からいわゆるジャズのフィールドで、10代の頃から天才ピアニストって言われて結構活躍した人なんですよ。で、まあ、ジョージでも知ってるところで言うと、ミスの味、アテイスト・オブ・ハニー、うん、あれを作った人です、この人。アテイスト・オブ・ハニー、そう、まあ、とにかくね、この人はあのジャズミュージシャンとして、10代の頃、1950年代に活躍してミスの味だとかそういういわゆる大ヒット曲も、まあ、書いてた人なんだけども、まあ非常にハスキー、特徴的なハスキーボイスで、素晴らしい、まあ、ボーカリストなんですね、実は。で、一方で例えばジェシコリン・ヤングだとか、そういうフォーク畑の人たちとの交流もすごく盛んで。あ、じゃあ東海岸だね、そういうのはね。そうですね、あの、彼はニューヨーク出身なんで。で、イギリスにも渡って、イギリスの、これも、まあ、ジョージさんはご存知かどうか分かんないですけど、キャサリン・ハウという女性ボーカリストで、フォーク畑でものすごい名盤があるんだけど、そのプロデュースを、まあ、やったりして、結構ポカーンポカーンポカーン、結構、キャサリン・ハウ、キャサリン・ハウっていう人ですね。その人何人だ。 What a beautiful, What a beautiful place っていう、これも名盤、誉れ高い、日本では結構高値がついちゃったレコードですけど。ちょっと待って、何人なの、そのキャスリン・ハウス。イギリス人、すいません、勉強不足で聞いたことないです。で、まあ、なんだけど、まあ、これはね、当時75、6年だったかな、うん、まあ、僕はブラックホークで、に行ったら突如すんごいイブシギンのボーカルが流れ出して、でパッと見たらこの人のジャケットがあって、で見たら、まあ、ボビー・スコット、彼とあと、まあ、僕がよく紹介するジョン・サイモンがプロデュースしてて、ニューヨークで、まあ、レコーディングした、まあ、非常にね、バラエティに富んだその内容で、例えばビリー・アイドル、ビリー・アイドルじゃねえビリー・ジョエル、ビリー・ジョエル の, ニューヨーク・ステート・マインドとか、うん、あと、そうですね、あの手の、まあ、曲もすごくかっこいいアレンジでやってるし、もうぜひちょっと一度聞いたことない人は聞いてもらいたいな。大人の、まあ、ロックが好きな人はぜひ耳を傾けていただきたい。これ何年に出たアルバムなの。これ70年、おそらく6、7年だと思います。そしてレーベルは、レーベルはコロンビア、 CBS。 ちょっと見せてくれ。76年だね、76年。はい、それでジャケットの写真はノーマンシフ、ノーマンシフ、大体75年、76年あたりの、ね、でもこの間このシリーズを見て、もうみんなノーマンシフなんだ。
ノーモンシーフでもこの人もいい男にできなかったな。まあでもかっこいい、でもかっこいいじゃん、すごく、いやすごい2枚目で、それでまあすごい女たらしで有名だったらしいですよ。ああそうなんだ。そう、ぜひ大人のロックが好きな方は一回聴いてもらいたいかなっていう感じ。見たこともないもん俺これ。マジ、うん、見たこともない、名前も聞いたこともない日本では、うん、日本では結構珍重されてね、じゃあね、ここでからは何を行こうかな。僕はね、超スローバラードなんだけど、Once Upon a Time っていう曲があるんですけど、これがものすごくこう映画音楽のような非常にこうルレーなストリングスが入ったいい曲なんで、ぜひこれかけてください。 Once Upon a Time Oh girl。 さあ次はですね、はい、今度俺で知ってるやつ1個ぐらい出してよ。あ、オーリンズ、あ、これは知ってるよね。でもこのレコード知らないでしょ。このレコードは見たこともない、持ってもないまた裸でこいつは撮ってんだ、また写真を。これはね、オーリンズが、この間この、番組でも僕のコーナーで紹介したけど、あのマッスルショールズでレコーディングした1枚目、あれの後に出したセカンドアルバムです。1974年に出てます。なんだけど、これ見たことないよこれ。なんとこれね、レコード会社がね、プローブ、レコード会社がなんと、もうジョージみたいなプロデューサーだったんだけどね、これもう絶対にヒット曲出ないから、ヒット曲出ないからこれダメって言って、お蔵入りしちゃう、お蔵入りしたアルバム、セカンドアルバムです。でもこれ、でもジャケット変わって出してるよね今ね。ジャケット変わってじゃなくて、同じタイトルでアサイラムに移ってから同じタイトルで出してます。あ、Let There Be Music ね、うん、そうそう、それは俺知ってるけど、違う内容だけどね、うん、ただこの内容ではアメリカでは出ていません、うん、レコード会社のプロデューサーがヒット曲出ないからっつって。ところがですね、この中にオーリンズの一番のヒット曲の Dance With Me は最初に入ってたし、Let There Be Music もかなり、アサイラムでは割と俺その曲は知ってるよ、ヒットしてる。そのプロデューサーダメだね。ダメだね、っていうか、だからね、やっぱりヒットヒットってばっかり言ってるとね、そういうことになるんですよただ、当時なんかやっぱりオーリンズの1枚目で僕が好きになって、それでどういうわけか、これがやっぱり東芝から出たのね、日本だけ。しかもでもなんで東芝出したんだろう、なんで日本で出たのか、その経緯は未だに謎です、うん、だけどこれもね、やっぱり今は CD で、でね、しかもね、オーリンズじゃなくてオルリンズ、オルリンズオルリンズっていう、そういうのはピーターバラカにちゃんと発音の仕方ちゃんと教わった方がいいよオーリンズだからオーリンズでしょ。ここからはね、すごくいい、バラードでサンセットっていう曲があるんで、それをちょっとかけてください。 Open your window, fly over the trees and onto the sunset ahead。 これさ、ダンスミーとレッドミュージックバージョン違うの、アサイラム全然違う。ダンスミズムかけたい、これから。あ、でもそれがこれはでもそのデータであるかどうか俺は知らないよこれ貸してもいいけどダンスミーはほら、もしかしたらそのプロさんもそれ聞いて、そのアレンジではヒットしなかったと判断したんですね。いや、アレンジ同じ、大して変わんないです、うん、ただ音の厚みは、あとはああいう風に、なんだっけ、ピアニカ、うん、とかが入ってるのはやっぱりアサイラム、でもレッドビーミュージックはでもすごくね、あれですよね。このバンドもね、本当長かったもんね、何枚も出したもん、5、6枚ヒットしたでしょ、うん、ね、アサイラムに移ってからね、で前岡も言ってるように、みんなウエストコーストのグループだと思ってたら、もう全然イーストコーストの。そうなんだよ、うん、実は俺ルイジアナのグループだと思ってた。だって名前がオーリンズだから。そうだよね。でもこの人はハゲてから解散したのかな。ハゲてから解散したのかな。解散してないよ。まだ、うん、まだやってる。ジョン・ホールはだから議員を辞めてから多分バンド活動をやってるじゃないかな。まだやってるね。多分、まあ、ただだいぶメンバーはね、亡くなったりとかっていうこともあると思うけど。でもいいバンドですよ。これは、僕これはちょっとすごい聞いてみたいですね。っていうのはね、やっぱりジョン・ホールが
やっぱりベアーズビルのね、うんうん、もうベアーズビルがスタートした当初からベアーズビルのスタジオミュージシャンみたいな感じでギターをずっと弾いてたっていうセッションマンなんだね。そうあって、まあ、そんな関係で多分イーストコースト戻ってこのセカンドアルバム出したということで、うん、まあ、でもこれもすごくいいアルバムなんで、うん、ぜひ聴いてみていただきたいと思います、うん、はい、はい、そして、登場したのがアリアン、まあ、エグソーバイズィパブロックバンドですね、これは。お、よく知ってたね、うん、知ってるよ、で向こうでちょっと話題になってアメリカに来てやったら売れなかったって、ね、違うエグソーバイズィはそもそもアメリカのバンドです。そう、サンフランシスコ出身でイギリス行って、それでアニマルズのチャス・チャンドラ、ジミヘンのプロデューサーね、うん、がエグソーバイズィをやっぱりピックアップして、ロンドンへ連れて行ったんだよね。でこのアルバムを1枚レコーディングして、で、この1枚こっきりで、いやでもこれで基本的になんでパブロックっていうふうに言われてるかっていうと、なんでパブロックって言われてるかっていうと、まあ、彼らチャス・チャンドラーに連れてかれてロンドン行って、まあ、パブで、ライブとかやってたんだけど、そこでね、そう話題になってたんだよね、ニック・ローに見初められるんです、うん、でブリンゼス・ウェルツと一緒にニック・ローのブリンゼス・ウェルツと一緒にツアーを回って、で、なんとその時にパブロックという言葉が生まれた。あ、そうなんだ。要するにパブロックバンドって簡単に言っちゃうけど、彼らがいなければパブロックっていうジャンルが生まれなかったんです、うん、だからある意味もう全く売れてないバンド、まさに売れてないバンドだけども、ロックの歴史に非常に重要に一丁かみしてるっていう、そういうバンドですね。あとのパブロックバンドは誰？コステロ？コステロもパブロックだし、まあ、だから結局ニクローを中心にああいうパブロックムーブメントっていうのが始まって動いてきたところで、コステロだとかああいうアーティストがどんどん出てくるわけだよね。僕はニクローのブリンズリー・ショーツ出て買ったんだ、うん、アメリカのバンドだと思って買ったの、うん、そうだ、なんかちょっと違うなと思ったらイギリス人だったんで、発音が違ったんじゃない、うん、そうで、まあ要するにその結局ニック・ローに影響を与えたのは、まあ、このエグソーバイディーズってことで、うん、まあ音楽的にはね本当にザ・バンドだとか、うん、イーグルスだとか、そういう本当アメリカンロックをまさにこのタイトル通りグッド・チープス、グッド・チープっていう、うん、本当に安っぽい感じのザ・バンドっていうような感じでね、うん、やってるけど、まあ、非常に味わいのある、曲をやってる。でプロデューサーはリンク・レイが、あ、リンク・レイがやったんだ。リンク・レイがプロデュースしてますね。ただもう後にも先にもこの1枚しか出してません。それがみんななんかオーバーイズやった人いるの、なんかそれから、いやもう全然俺はあとは知らない。うーん、だけど日本では名盤を生まれた楽器、名盤として、何回も再発されてます、名盤シリーズで、うん、72年のアルバムです。でこっからはね、そうだな、1曲目のパーティーパーティーも、まあ、パブロックなんでいいか、うん、パーティーパーティーをいきましょうか。Gonna have a little party, it's gonna last for a week or two。そして次、もう絶対にジョージは、絶対にジョージはジャック・ジョーンズ、ザ・フルライフというアルバムです。もうね、アンディ・ウィリアムスのいとこ、ジョージはアンディ・ウィリアムスとかフランク・シナトラとか、あ、シナトラ好きだよ。お、じゃあなんであれなの、アンディ・ウィリアムスとか、アンディ・ウィリアムスとシナトラ一緒にするね、ちょっと、いやでも系統としてはさ、うん、まあ、アメリカのポピュラーミュージックの、まあ、ボーカリストだよね、うん、まあ、この人もで、この人は LA 出身で、なんだけども、この要するにアルバムは77年のアルバムなんですけども、まあその結局 LA を代表するポピュラーボーカリストのジャック・ジョーンズを、なんとビーチボーイズ周辺のロックミュージシャンたちがフルサポートしたアルバムがこのフルライフっていうアルバムです。プロデューサーは、ビーチボーイズブルース・ジョンソンですね。でジャック・ジョーンズとブルース・ジョンソンの2人で、あれしてますね。トシさんってブルース・ジョンソン好きだよね。好きですね、よく名前出てくるよね。出てくる、だってなんでかっていうと、俺ディズニー・ガールっていう曲が
やっぱりすごくこうその LA の、子供たち、 LA の少年少女たちをの青春っていうのをすごく象徴した曲の気がするんだよ。でも彼は I write the songs って書いた人だよね。そうよ。だから、まあ、I write the songs なんてまさにあのこういう人たちが歌ってバッチリな曲なんだよ。 I write songs って面白いのはその歌ったあなんだっけあの人ベイ・マンローが、うん、その曲歌ったから俺はダサいシンガーってみんなに思って思われてんだけど、俺あの曲だけ書いてないんだよって言ったら覚えてるんだよね。それ前回もこの放送で言ってますから、うんうん、だからちょっとそのブルース・ジョンソンのそのスーパースタースタってこれ分かんないんだよね。スーパースターみたいによく出てくるっていうのは分かんない。いやスーパースターだとは全然思わないけど、うん、あのプロデューサーとしてやっぱり結局カリフォルニアテイスト、南カリフォルニアのそのしかもいわゆるそのヒッピーとかっていうよりもいわゆる中産階級の住宅地テイスト、それがものすごくこうメロディーだとかあのアレンジだとかにこう出てる、そういういわゆるプロデューサーで、ジャック・ジョーンズ実は俺聞いたことないですダメだよこれ。だからこのねこのアルバムの中では例えば当時ヒットのスーパースター、まさにスーパースターだったロビンス・アンド・メシーナのYou Need a Man とか、まあ、そういうロックの、曲もやってるし、よく演歌の人がなんかロックやろうとするみたいな感じ、うん、だけど全然あれだね違うね、すごくいいレコードだと俺は思う。でこの中からは、ジャック・ジョーンズが自ら作ったという、LA ブレイクダウンという曲をちょっとかけてます、うん、すごくいいバラードです。L.A. break down and take me in。 そして最後、まあこれはね本当にヒットしましたね。まあちょっとねいろいろ噂の曲だよね。ロック系ばっかりじゃなくてこういうちょっとフュージョンっていうか、うん、もうこれも本当に日本ではよくかかりました。アメリカでは多分ジャズの、まあ、ブルーノートなんで、うん、ジャズのアルバムの本当1枚なんだろうけど、日本ではこれはもう、ものすごく聞かれたし、ミュージシャンたちももうとにかくここからいろんなネタを、パクったっていうかな、いろいろアイデアを得たと思いますね。毎年来てなかった？毎年ビルボード来てたよね。しかも毎年ビルボード来てこのアルバムを再現するっていうライブをやってね。俺見たかったな。俺も3回ぐらい行った。でミュージシャンは、全部ドラムスハービー・メイソンで、ベースはチャック・レイニー、あとギターはデビッド・ティー・ウォーカー、そのメンツで、毎年、来てこのアルバムの曲を全曲やるんですよね。そういうライブをやってました、ね、一人メンバーなくなっちゃったでしょ最近。それで来れなくなったんじゃないかな。誰かが亡くなった。そう、うん、ね。で、なんかね、でチャック・レイディももうちょっと元気ないっていうような話もね聞くんで、まあここ数年、まあコロナもあってこの数年はもうキャンセルしてますけど、ね、うん、このタイトル大好きなんで、Who is this bitch anyway？、うん、この最低の女は誰だろうって感じね。いいね。それを自分でそのアルバムタイトルにするっていうのはすごいかっこいい。かっこいいよね。参りましょう。ぜひこれはもうね。ジョージは知らないかもしれないけど日本ではものすごい売れたアルバムです。俺このアルバムまさに売れたアルバム。これ、うん、これは俺実は好きなアルバム。あ、そうですか、うん、すごく、うん、いろんな曲の元ネタになってる曲が入ってますよ ね、 ね、 これね僕はね、はい、Feel Like、この彼女のバージョンの Feel Like Making Love、 Love、 うん、ドニーがもう大好き。Like making love to you. ということで今回の日本でしか名盤と言われなかったシリーズ、いやまだこれもっともっとあるんでしょ。まだあるね、まあ、ちょっといろいろ考えてますこの後どう展開するか。ただね、そうだね、やっぱり日本で名盤と呼ばれてるっていう本当に多いんだよね。ね、面白いよね。なんか知んないけど、それ見たことないアルバム2枚あったからね今日ね、うん、だからまあこういう人がああいうの買うんだと思った。いや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 、でもレコード会社が名盤復活シリーズって言ってやるわけだ、肝入りでやるわけだからさ、うん、やっぱり売れたんだろうね、うん、ちょっとこれをちょっと
ピーター君に見せて彼がどういうか聞いてみたいなですね、うん、ということで OK All right We'll be back again Lazy Days 登録お願いします For more of this stuff, huh?